皆さんこんこにちはそれでは今週も行ってみましょう今回ですねちょっと先週の金曜日にですね国連総会でパレスチナをあの国連の正式な、まあ、国としてメンバーに迎えるかっていう採決があったんですねでそちらの投票結果っていうのがあったので、まあ、そちらをちょっと可視化してみようかなというふうに思いますでこちらですねあの、まあ、ニュースになってたんですけど先週の金曜日に国連総会で143カ国がパレスチナ加盟支持って書いてありますけども、まあ、それでまあ,あの一部ですね米国とかイスラエルなんかはまあ反対したっていうのがあるんですけどもこちらをですねもっと分かりやすい く可視化したのがこちらになります。 でこれを見ると、ですね、まあ、あのアメリカっていうのが、まあ、右の方にありますけども、まあ、反対した、これ、赤い国っていうのを反対した国ですね。で、まあ、あの見た感じですね、ほとんどの国がこう緑になってて、まあ、あの圧倒的多数の国がまあこう賛成したと、さっき言われてた143カ国ってやつですね。それから、あと棄権した国、もしくはその日に投票しなかった国っていうのを、まあ、このオレンジで表してるんですけども、まあ、あの一部ヨーロッパだとか、それからあのアメリカの上のカナダだとかっていう国は棄権したと、賛成でも反対でもないみたいな感じですね。で多分こういういのはあの あの結構なプレッシャーがやっぱりアメリカだとかイスラエルからある中でですね。まあ、なかなかこう賛成したくても賛成しにくいっていう。そんなまあ状況っていうのはあると思うんですけどもまあ、それでですね。こう反対には投票しなかった。国っていうのはやっぱりこれだけあの多いってことですね。で、ここで注目したいのはあの日本。 このの賛成すする側方でね結構賛成している国はもちろん多いわけですけども、基本的にアジアはもう賛成一色みたいな形になってます。一部、ちょっとパパニューギニアとかそういう国は違う、反対してみたいですけども、それからあとヨーロッパの方に目を向けると、左の方ですが、基本的にフランスだとかスペインだとかポルトガルですね、それからイギリスの横のアイルランドなんかでも賛成ということになってますね。真ん中の方からちょっと上、ドイツだとかイギリス、イタリアなんかは、 危険ですね、こうちょっと反対とは、反対でも賛成でもないという形ですね。なので、今、特にこの決議に関しては、こういうまあ国際社会の支持、もしくはあの支持しないみたいな形になっているということですね。よくあるんですけども、日本は基本的にはアメリカにはノ、NO、ー言えないだとか、アメリカ言われたようにやるみたいなこと言われてますけども、これの件に関しては、日本はアメリカとは。 逆の立場で,す、ね、であの投票しているというのは、一つ注目に値することかなと、それからです、ね、このやっぱイスラエルとこのパレスチナの関係ですね、まあ、パレスチナの国連に加盟するので、一番反対しているのはイスラエルなわけですけども、まあ、これは結構、政治的に難しいものだと思うんですけども、そんな中でヨーロッパでも結構意見が分かれている、国によってです、ね、分かれているというのは、これも一つあの知っておいてもいいポイントかなと。 でさらに、ですね、まあ、そもそもですねこのパレスチナの,あの国連に加盟するかどうかっていうのは、これ、実はすごくあの重要な視点が抜けているのは、そもそもこのパレスチナって独立国なのかどうなのかっていうことなんだと思うんですけども、まあ、これは難しいですよね、国によってまあいろんな立場あるんですけどもあの、もし独立してなかったら、じゃあ、どこの国に入るのかっていうことになると思うんですよね。で、そうすると、例えば台湾の問題があったときに、台湾が独立国か独立国じゃないかと、独立国じゃなかったら、これはメインランドの方のあの、大陸の方の中国の一部っていうことですよね。なので パレスチナの方も、もし独立してなかったら、じゃあどこの国の一部なのかというときに、これはもう当たり前のように、基本的にこれ、イスラエルの一部になるはずですよね。で、そうすると、今度、別にそう,あのそうなっても、多分構わない人たちっていうのは結構いると思うんですけども、特にパレスチナの方には。だというのは、パレスチナにいるアラブ人の人たちの人口っていうのは、かなりあの多いですね。なので、これがもしイスラエルの,あの国の一部っていうふうになってしまうと、まあ、一応、イスラエルは民主主義を謳っている国ですから、まあ、投票になると、どうしてもこうアラブ人の方がこうが、 民主主義的にはこの投票の数が多くなってしまうわけですよねそうすると、まあ、それこそ国がこうアラブ人の国になってしまう、民主主義としてやるんであれば、もしくはまあそんなに極端にならなかったとしても、あの半分半分でこう権利を分かち合うみたいな国になってしまうわけですよね。だからその辺んがまあイスラエルとしてはまあ難しいところもあるということで、こう独立国でもなければ、どっかに属する国もないというこう、中ぶらりな国になっているっていう。 あのことなわけですよねなのでここでですねまあ私はあのこれはもうあたもう,もうあ,のある意味既成事実じゃないですけども当たり前のようにこれはもう。 独立国なわけですねどっかの国にから独立しようとしている国ではなくて、もうすでに独立している国なわけですから、これを国連に入,らあの入れるか入れないかというのを、2024年になってもまだこうやって議論しているというのは、ちょっとおかしいんじゃないかなというふうに気がするんですけども、まあ、こそこはちょっと置いといてです、ね、でまず、あ、こういったそこに対するそれぞれの国、この国際社会というんですかね、このそれぞれの国がどういうふうにこう支持している、もしくは反対しているかなというのを、こうやって地図にすることによって、ですね実は反対する国というのは、ですねもう一部しかいないと。 もちろんイスラエルが反対してて、それとまあ歩調を合わせるアメリカというのは、この2つの国が反対してると、でそれにですねヨーロッパの方だと一部ハンガリーと、あとあのチェコですかね、なんかその辺の国っていうのは反対したりとかしてますけども、もうほぼですね、基本的にはもう賛成、もしくは棄権してるっていうあのことなわけですね。こういう点でも、あのもちろんイスラエルが孤立っていうのはあるかもしれないですけど、イスラエルは、まあ、ある意味、当事者ですよね。 ででアメリカがものすごくこう孤立してるわけですね。まあ、アメリカがいわゆる覇権国とかって言われたりとかしましたけどもさすがに言う,うことを聞かないというか歩調を合わせることのできないような国っていうのはあの結構あるっていうのはこの決議では表せれてるなと。であのこれれまでの私の私ビデオなんか見てくれた人には わかると思うんですけども、実はこれだけじゃなくて、ですねた結構1年間に出されるたくさん決議がありますけれども、こういう形の結果になる、つまりアメリカが効率したような東京結果っていうのは、結構あるっていうのは、これはあの国際社会、今、特に今です、ね、のと国際社会を考える上で重要な視点だと思います。それではで、ね、このチャートの作り方、この国連の方がデータを取ってきてで、どうやってこのチャートを作るかっていうのを簡単に解説したいと思います。 でまずデータをどこから取ってくるかってことなんですけども、データはあの検索して、この UN、United Nation、あの国連ですね、の UN で、Voting Record というか、投票の記録ってことですね。っていうふうに検索すると、なんかこういうのが出てきます。国連のウェブサイトのですね。なので、この辺をクリックすると、まあ、こんなペー,ジあのページが出てくるんですけども、ここにですね、大体ここに Voting Data っていうなんかリンクがあるので、これなんかを押してみてください。そうすると、国連の投票のページに、投票結果のデータのページに来るので、まあ、ここですね、まあ、いろんなものがあるんですけども、今回の場合だと、もうここの1 上から2番目です、アドミッションのニューメンバーとうイネーション、ニューメンバーというのがパレ,スあのパレスなことなんですけども、まあ、この辺をクリックすると。 でこれちょっとあのあのチップとして言っておくと、このオプションズというのがあって、ここであの並び順というのをです、ね、これリリバンスじゃなくて、このレイテストファーストというふうにすると、まあ、特に最近のものから順番にあの出してくれるので、結構わかりやすい、あの見つけやすくなると思います。で今回、ですねあのこちらのアドミッション、ニューメンバー、ユナイテネーションというのがあるので、これを開いてみましょう。で一応、ですねこれあの何なのかというのをまあ確認することはここでもできますね。なので、ここら辺を読んだりだとか、このアジェンダとかドラフトソリューション・リソリューションというのをクリックする。 もうちょっとあのあの詳しい内容が確認できます今回で取ってきたいデータっていうのは実はここなんですね、この冒頭って書いてますけども、こ,こ,の,このデータを取ってきたいと思います。で、えーと、そのサマリーがここに書いてあるので、イエスが賛成したのが143か国で、ノー反対したのが9だよっていうのがあるんですけども、今回このデータを取ってきたい。 で取っていき方なんですけども、これだと CSV でダウンロードできるようにしてくれればいいのに、そうなってないんですね。なので、どうやるかっていうと、ここをですね、こうやってあの上から下までですね、単純にこうコピーします。あの選択して、コ,とあのコマンド C かなんかでコピーして、でこのエクスパートリーの方のプラスの下にある、このテキストインプットっていうのがあるので、ここにですね、こうやってペーストします。あのコピーあの、貼り付けます。 であとはですね、一番上からなんですけども、ここにちょっとあの今回、あのこれ1行目が国になっているので、あの列ヘッダーっていうんですかね、列名っていうのを入れておきましょう。なので、ここに例えばボートにして、でカントリーとかってやって、こう、あのリターンキ器をします。で、そうすると、この1行目があの列名になりました。で、これよく見てみるとですね、ほとんどの国はこれ A とか Y とか N っていうのが先頭についています。これがまさに投票結果の案ですね、元データに行くと、イエスだったらこれが Y で、ノーだったら N ですよそれからアブセンテンションという危険ですねだったら A ってあるんですけどもこのノンボーティングしたこれ投票してない当日投票する場所にも来なかったみたいなやつですねそれは16カ国ありますで例えばこのアフガニスタンなんかがまさにその16カ国の1国になるんですけどもここにですねなんかちょっと記号をつけましょうあのなぜかこれ入れてないのでなのでこうやって NB ノンボーティングの NB とかって入れてちょっとスペース入れてあげるとでこれをですねちょっとあの1回1回またタイプの面倒くさいのをコピーして で、こういうなんか、あの結果が入ってないところにどんどん,どんコピーしていきます。これ16行繰り返すわけですね。で、こんな感じでですね。投票結果が入ってないところにこの、ね、nb っていうのを入れました。ちなみにですね。そもそもこの結構、この私国連データを取ってきて編集するんですけども、だいたいいつも決まった国なんですよね。このベネズエラとかもそうですし。それからかパパにあの？ 太平洋にあるような国だんかこう、新しいメンバーでこうパレスチナが国連の正式メンバーとして認めてほしいっていう、まあ、認めましょうっていうことをやってるときにです、ね、正式な国連のメンバーでもあるにもかかわらず、ね、毎回毎回投票すらしないような国があるっていうのは、なんかこう皮肉だなって感じがしますけども、ちょっとそれは置いておいて、あともう一個ですね、これか直しておいたほがいいの、ここにターキーが、ちょっとなんかあの不思議なあの文字が入ってんですね、これなんか、ターキーだけ、あのターキーとトルコです。 だけがですね、一もなんかこの不思議な名前、なんかローカルで使ってるのかなんかわかないですけど、そういう名前なんですね。これをちょっともうちょっと分かりやすい、なんかターキーっていう、なんか英語の名前に変えておきましょう。であとはですね、まあ、このまま、ちょっとベネズエラもこれなんかあの余計なの別にいらないので削ったりとかして、であとはまあクリーンナップすること、あでできるので、このままでちょっと実行すると、こんな形であの入,あの入ってくるような感じで、プレビューで見えます。あとはですね、この保存で、もうあとはデータのフレームとして保存するだけです。 でこんな形で,です、ね、データフレームの名前を入れて、あと作成しちゃいましょう。で、こちらの方のあのテーブル見ると、193カ国が、こうやってあの行って書いてますけど、入ったような形になります。あとはですね、これなんか全部の国の名前があの大文字になってたりだとか、なんかカッコが入ってたりだとか、ちょっとなんかこう、整ってないので、こういう時はいつもですね、こうやって値を置き換えるの下したの国名、コードの変換で、こう国名を国名に変換するみたいな形で、まあ、こう、標準化してしまいます。 そうすると、ちょっと標準な名前になるので、読みやすくなりますね。で、あと、こちらの冒頭の方ですけども、このままだとちょっとよく分からないので、さすがにちょっとあの日本語に直して分かりやすい名前に変えましょう。で、この新しい値を指定で、A っていうのが、これは危険。それから N っていうのが、これは反対ですね。それから NB っていうのが、これが無投票ですね。それから Y が反省っていう形で実行して入れてあげます。 であとは、もうここまでできたら、あとはチャートで可視化するだけです。入れましょう。チャートの方にですね、この地図の標準で、で地図の方うは、まあ、これ体制中心で今回いいでしょう。で、エリアにして、で、国の方をカントリーにすると。であと、色ですね。色が、この投票結果を表しましょうみたいな形で、このボートっていうふうなのを入れてあげます。 で、これでですね、パッと見ると、今、デフォルトに色が当たっているので、この赤が今賛成なんですけども、赤って普通なんか反対な感じがしますよね、直感的ですけども。なので、まあ、この辺は皆さんの,あの分かりやすいように変えていただいたらいいんですけども、この色のところから、ちょっと、あの、 色を変えます。ちょっと私はあのこれ反対っていうのはあの賛成っていうのはまあ緑でで反対っていうのは赤にしておいてで危険とかで危険っていうのはまあオレンジですね。それから無投票っていうのはもうなんか投票にも来なかったってことなので、なんかこうグレーみたいな形のなんか薄い色にしておきましょうで。そうするとですね。こんな形のマップが作られるので。 これでまさにさっき見てたやつですね、あの、見えてくるようになります。で、そうするとですね、この赤い国っていうのが、この辺にあったりだとか、イスラエルですね、この南、あのアメリカだとアルゼンチン、それからアメリカ、で、あと、ここですねあのチェ、チェチアって書いてますけども、これチェコですね、それからこのハンガリーだとかっていうのが、まあ、あの反対した国なんだなっていうのが見えるようになりました。はい、いつものようにですね、ちょっと最後あの告知になります。データサイエンスブートキャンプを東京でですね、この6月の18日、19日、20日、 え火水木の3日間で朝の9時からそれから夕方の6時までですねやることになってますでこちらはですねデータサイエンスといえばもうさまざまな分析書があるんですけどもこれらをですねとこ体系的にこうゼロベースでですね皆さんに手を動かしながら学んでもらえるようなそんなトレーニングにデザインしております興味のある方はですねぜひ私たちのウェブサイト exploratory.io の方に来ていただいて「学ぶの下」にトレーニングセミナーっていうメニューがありますのでそちらの方から詳細をご確認ください はい、それでは今回、は以上となりますす今回ですね国連総会の投票結果というデータをあのテキストベースなんですけども、それを取ってきてで、ちょっと簡単に加工してあの、地図を使って可視化してみました、でまあ、ちょっとあのこういう地図にすることによって、まあ、国際社会がです、ね、どういうふうな形で動いているのかだとか、まあ、こうアメリカという覇権う国があって、基本的にはです、ね、欧米、それから日本とか韓国というのは、いつも同じような包丁を合わせて,るっているうとう思われがちですけども、も採決するものによっては,っては、まあ、違う意見もあったりとかする。 とまそういう時にですね。こう地域的ななんか火山が出たりもするっていうのはありますよね。今回みたいにアジアは基本的にはもう賛成でまとまってるみたいな。それに対してヨーロッパっていうのはこうなんかスペインだとかフランスだとかちょっとラテン系っていうんですかね。こっちの南の南の方っていうのは？ まあこう賛成するとこもあれば逆に北の方ドイツとかイギリスとかっていうのは棄権するみたいな形ですねまあそういうことで皆さんもですねこういう投票結果を実際に自分でこう可視化して見てみることでですねまあこの国際社会って一体何なのかなだとかそれから欧米ってどう,どういうことなのかなっていうのをもうちょっとこう実態を持ってですねこう理解していくことができるようになるんじゃないのかなっていうふうに思いますぜひですね皆さんも自分の目で確かめてください それでは今回もご視聴いただきどうもありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。どうもです。